オルモス島っていいところだよな。見たことないものがいっぱいあるし、美味しい食べ物もある。それにさすがスメール最大の商工、商売人の数が半端ないぜ。みんなすごく元気だしな。どうしてこうなってしまったんでしょう。お前が好き勝手やったからこうなっちまったんだろうが、やっぱりお前を何としてでも解き伏せて、タンジェさんからのアドバイスを待てばよかったぜ。でも昨日はこの試作アランナラを掘り終えたら子供たちも気に入ってくれるはずだってあなたも思ってたでしょ。だから、だってこんなに子供たちに好かれないとは思わねえじゃねえか。どうしましょう。わあ、確かに他の人よりも落ち込んでるみたいだな。何があったか聞いてみようぜ。こんにちは、オイラはパイモン。こいつは通りかかった旅人だ。お前たち何か悩んでることでもあるのか。あ、いらっしゃるのに気がつかず申し訳ございません。アジャンタ彫刻店へいらっしゃいませ。本店はオルモス港で随一のおもちゃショップです。少なくとも今のところは。私たちが悩んでいるのはこの試作アランナラのことなんです。あの、お二人の貴重なコメントを伺ってもよろしいでしょうか。試作アランナラってこの木彫りのことか。見た目はキノコが魔物になったみたいな感じだけど。いえ、試作アランナラは子供たちを笑顔にできるものなんです。少なくとも理論上は。やはりプラスの評価をもらうのは難しいが。で、この試作アランナラって一体何なんだ。実はアランナラというのはスメールの童話に登場する森に住む精霊のことなんだ。もともと本店は創業20周年を機に子供たちが大好きなアランナラ童話をテーマにしたアランナラおもちゃシリーズを発売する予定だったんだ。今見てもらってるこの木彫りは子供たちの反応を確かめるために俺たちが作ってみたプロトタイプだ。ただプロトタイプを展示した後、その反響は想定してたものとはちょっとな。子供たちもこの試作アランナラがキノコに似てるって思ったのか。いや、もっと過激だったかもしれん。俺は子供の言葉を伝えるのが苦手でうまく説明できないんだ。共通の話題もなけりゃ話も通じないしな。闇キノコンとアランナラの本を読んだことあるんだ。アランナラはみんなふっくらしててプルプルしてる感じだって本に書いてあったぞ。この木彫りは全然違うじゃんか。
そうだよな。おもちゃは丸々してた方が可愛いよな。うん。タンジェのおじさんはアランナラの誓いって本で言ってたわ。目は惑わされても心は惑わされないって。この木彫りを見てるとなんだか心が落ち着かないの。作者は心を込めてないような気がする。私の心はこれをアランナラだって認めないもの。心がこもってない。みんな結構使う言葉だけどあんまり具体的じゃないよな。キャストもアリアもこの木彫りを嫌ってるけど僕は別に大丈夫だと思うよ。確かにあんまり嬉しくなさそうな顔をしてる。でもこれはこれでちょっとかわいそうな感じで愛しく思えない？お、プラス評価だ。うん。もしこれがアランナラじゃなかったらきっとパパに買ってもらったな。うい、いきなりマイナス評価に変わっちゃったぞ。子供たちの意見を聞いてきたぞ。いかがでしたか？長く見ているうちにこの木彫りを好きになってくれましたか？悲しい。タンジェさんはまだガンダルバー村から帰ってこないんでしょ？さっき子供たちからよくタンジェのおじさんって名前を聞いたんだけど一体誰のことだ？ああ、タンジェさんはオルモス校で少々名の知れた童話作家なんですよ。彼は数十冊の童話を書いているんですが、どれも当初は子供にあまり人気がありませんでした。試作アランナラのように。ところがです、 1,2 年前から突然彼のインスピレーションはオアシスの泉のように湧き出し、作った物語に多くの子供たちが集まってくるようになったのです。ああ、うちのガファリちゃんも彼の物語が大好きなんだ。アランナラの木彫りを発売しようと思ったのも子供たちの間でアランナラが流行っていると分かったからだ。本当はタンジェさんにアドバイスしてもらいたかったんだが、そのことを承諾してくれてすぐ息子を連れてガンダルバー村の近くに取材に行ってしまってな、そのまま帰ってこないと来て、予定していた発売日がどんどん迫っているから仕方なく想像に任せてこの木彫りを彫り上げたんだ。結果はご存知の通りさ。なんとかしないと。ところであなたはいろいろなところを旅してるんですよね。ガンダルバー村に行ってタンジェさんを探していただけないでしょうか？タンジェさんがお忙しいようでしたら直接連れてきてくださらなくてもアドバイスを書いたメモを持って帰っていただければいいんです。どうか子供たちの笑顔のために助けていただけませんか？もちろんこちらもしっかり報酬を用意しますので。本当に急いでるみたいだし、子供たちの笑顔と報酬のためにも助けてあげようぜ。ああそうだ、タンジェさんはどこへ行くときも息子さんを連れて行くんだ。二人の仲はとても良くてな。だからあの人はこんなに素晴らしい童話をかけたのかもしれねえな。とにかく頼むよ、絶対にタンジェさんを見つけてくれ。うちのアジャンタ彫刻店はこれまで新しいおもちゃを発売するたび、今回のアランナラ木彫りだって。
マイラ。ガンダルバー村に取材に来ていると言われたけど、どうやって探せばいいんだろう。まさか大声で彼に呼びかけるとか。こんにちは、僕。名前は？一人で何してるんだ。心配するな。見習いレンジャーの私が精一杯お前を助ける。こんにちは、レンジャーのお姉さん。僕はラーズィーと言います。僕のことなら気にしないでください。それじゃあなおさらお前をこのまま返せない。気にしないでっていうのは心配しないでと同じ意味だろ。うわ、泣くなよ。何があった？ゆっくりでいいから。この声どこかで聞いたことあるような。そうだ、コレイの声だ。それに悲しんでいる子供もいるみたいだぜ。行ってみよう。よう、コレイ、最近体の方は大丈夫か？あ、パイモンに旅人。私のことを気にかけてくれてありがとう。最近はかなり調子が良くて、師匠の森林パトロールを手伝ったりもしてるよ。お前たちはどうして戻ってきたんだ？ここにちょっと用事があったんだ。そしたら遠くからお前の声が聞こえたからお前に頼もうと思ったんだけど、でもまあなんだか取り込み中みたいだし。僕なら大丈夫です。レンジャーのお姉さん、その二人を助けて差し上げてください。さっきはちょっと砂が目に入っただけで全然平気ですから。すっごく礼儀正しいな。けどここは森林だし砂なんてあるはずない。ずっと大丈夫だってカッコつけているのは他人に悲しんでる理由を知られたくないからなんだろ。こういう時こそちゃんと言わないと。あ、お姉さんが一つ方法を教えてやるよ。他人に知られちゃいけないことがある時は全部木のうろに話せばいいんだ。木のうろ？そう、木のうろ。タンジさんの童話聞いたことないか？森に住むアランナラたちは子供たちの話を優しく聞いてくれるんだ。もしかしたら木のうろには本当にアランナラが住んでいて。コレイお姉さんもアランナラの童話が好きなんですか？うん、私はアランナラの童話が大好きだよ。アランナラが好きな人はみんないい人です。木のうろに秘密を吐くんですね。やってみます。ありがとう。コレイお姉さんは物知りなんですね。そんな大したことじゃないよ。ただ友達に影響されて落ち込んでいるやつを見ると思わず元気づけたくなっちゃうんだ。どうだ、気分は良くなったか？森は危ないから一緒に行こう。はい。コレイ
ーが子供を落ち着かせるコツを知ってたなんてな。ああ、ウリンで迷ってしまった子供たちを助けるのもレンジャーの仕事の一つなんだ。それで、さっき言ってた私に助けてもらいたいことって、もしかして、取材のためにはるばるオルモス港からガンダルバ…待って、このタンジェさんってあのタンジェさんか。そうだぞ、あのタンジェさんだ。彼が近くにいるってこと？新しい童話の取材のために？すごいね。少し待ってくれる？ラジーをガンダルバ村に送り届けたらすぐ戻ってお前たちを助けるから。ずっと気になってたんだ、一体どんな才能を持ってる人があんなに面白い童話を作ってるのかって。タンジェはごく普通の人ですよ。普通の人だとしても絶対に面白い人だよな。え、ちょっと待った、ラジ、お前はタンジェさんと会ったことがあるの？うん、僕の父なんです。父ちゃん？待てよ、つまりそいつはお前の父ちゃんで。その通りです。でも確かにアジャンタ彫刻店の人がタンジェさんは息子を連れて取材しに行ったって言ってたぞ。なるほどな、それがラージーのことだったのか。けどなんでラージーはここにいるんだ？もしかしてタンジェさんとはぐれちゃったのか？僕父と喧嘩して悲しくなって一人でここまで逃げてきたんです。まずはお前をガンダルバー村に戻した方がいいよな。私たちがお前の父親を探し出してお前の居場所を伝えてやるよ。もう大丈夫です、コレイお姉さんの話を聞いたら悲しくなくなりましたから。ついてきてください、父のところへ案内します。やったー、ずっと森にこもって探すのかと思ったら、まさか。ああ、本当にタンジェさんに会えるなんてな。タンジェさんがいるのはこっちの方向か？私はここに慣れてるからついてきてくれ。足りなく時はっよっ。
宝とは旅の醍醐味でござろう。風の流れる方へ。あっぱれでござるな。やっと見つけた。君がいなくちゃ私はどうすればいいんだ。危険な目に遭ってないかい？野獣のせいでパニックになったりは？星が道を示してくれたのかい？僕は平気。彼女たちが助けてくれたから。そうか、なるほど。君たち本当にありがとう。この世で最も冷徹な好きの黒子もその熱意に涙することでし。いや、見習いレンジャーとして当然のことをしただけだ。それにスメールの子供たちにたくさんの童話を作ってくれて本当にありがとう。おや、子供以外にも私の童話を好きになってくれる人がいるなんてね。どうやら君もピュアな子供心を持っているらしい。次の童話のインスピレーションが来た。じゃじゃーん。童心を忘れないアランナラのおばあちゃん。インスピレーションの元になれて光栄だ。うわあ、これ今にも気絶しそうだぞ。あ、いや大丈夫。ごめん、ちょっと興奮しすぎたみたい。そちらの二人も私の読者かい？君たちを見ているとランギガントとランヤマガナが共に旅に出るシーンが頭の中に浮かぶよ。おや、誰からのだい？私の読者はスメールに点在している。ただ記憶には限界があるからね。広大な砂の海から見分けのつかない一握りを探し出すのは難しいことを許したまえ。タンジェさんの話を聞いてると童話がバカにされてるような感じ
がするぞ。それに人を山柄に見立てることってそこまでワクワクするようなことじゃないだろう。アジャンタ彫刻展、アジャンタ彫刻展。おお、そうだ、思い出した。そういえばかつてある小舟が私の記憶の海に侵入してきたことがあったが、何しろタンジェという名の港はさらなる猛烈な、何言ってるのかさっぱりだぜ。どうしよう。ティナリのところに連れて行って治療するか。父が言いたいのは、アジャンタ彫刻展の人たちを手伝ってアランナラへの理解を深めてもらうことを忘れてしまっていたけれど、今はもっと大事なことをやらないといけないってことです。なるほど。お前さすがタンジェさんの息子だな。って今は感心してる場合じゃない。タンジェさん、この剣はあの二人の職人にとってすごく大事なんだ。しかし、私の前に広がる青々と茂ったガーデンの方がさらに大事なんだ。これは全スメールの子供たちが夢見る美しいパティサラと関わっている。私、このタンジェはアビディアの森でアランナラが残した痕跡を見つけたんだ。これはアランナラが童話に限って実在するの。もしアランナラの姿を記録できたら、アジャンタ彫刻展の直面している小さな結び目なん。そしてこれを機に私は教令員の行為に昇格し、そのことは偉大なるタンジェが小さな、書いたことはないけど知ってるよ。教令院に入りたいのなら、審査機関に承認された十分な数の論文と、さっきタンジェさんが言ってた、あら、物語を作るには釣り針を残すことがポイントなんだ。餌を直接与えるのは童話作家である私のやり方ではないからね。ああ、その方向は。コレイ、どうしたの？いや、その方向はアビディアの森の奥だからさ。あと、ラージーがなんでタンジェさんと喧嘩したのかも分かった気がする。花火にいい？
やはり君たちも童話果実への欲望に駆られてついてきたんだな。普通の木のうろにしか見えないけど、アランナラの痕跡なんかどこにもないぞ。いや、目は惑わされても心は惑わされない。心を込めて見たまえ。さすれば君たちも収穫を得られるはずだ。心を込めて見るの意味はわかんないけど、とりあえず木のうろの周りを調べてみようぜ。父さん、昔はこうじゃなかったのに、悔しい。目は惑わされても心は惑わされないは、アランナラの誓いの始まりであり、この言葉は数百年後にはスメールに伝わる名言になると思うんだが。また紙切れを見つけたぞ。確かに童話のアランナラ、ここにもあるぞ。頭の切れるアランナラ、画期的な発見を目の当たりにする感じはどうだい？素敵だろう？確かに子供のような字だが、ここは雨林の真ん中だ。これほど奥深くひっそりとした森にたどり着ける子供はいないし、ま、だからここはアランナラの教令院であり、これらの紙切れは間違いなくアランナラの筆跡であると私は推測したんだ。頭の良くないアランナラが頭の切れるアランナラになり、このアランナラに新たな童話を作っ、どうだ？君たちの目の前にもまるでアランナラが、いや、何も。そうか。多くの冒険者の後ろには見える風の翼しかなく、見えざる想像の翼が欠けている。それでこちらのレンジャーさんの背中には想像の翼、私、いや、私にはあるようなないような、いや、私は大丈夫。タンジェさんの創作過程を目の当たりにして、ちょっと心が震えた。そうそう、心が震えた。とにかく私は決意した。ラーズィーと一緒にここでアランナラの出現を待ち、木のうろにある奇跡、安心してくれ。アジャンタ彫刻展の依頼も達成してみせるよ。本物のアランナラが、おい、なんて頑固なやつなんだ。いや、さっきの拠点に戻った方がいいと思う。タンジェさん、闇キノコンとアランナラに、アランナラはすごく敏感な生き物だって書いてあった。あれ、そんな一文あったかな。ああ、そういえば確かにあったね。さすがレンジャーさん。それじゃあまずは拠点に戻って体を休めて、朝日が昇ったらまた証拠を探そう。
日の夜からあいつのことは心配してたんだ。元気だって本人は言ってたけど、木のうろにあるアランナラの痕跡を見た後、明らかに様子がおっとにかく。見ろ、ここにコレイの足跡があるぞ。けどこれ、あの木のうろに向かってないか。コレイがまた一人で戻ってきたぞ。まさか。誰もこの場所には気づかないと思ってたのに、よりによってタンジさんに見つかっちゃって、その上旅人とパイモンにまでバレるなんて。はあ、こうなるって分かってたら書いたりなんかしないで声にしてればよかった。字の練習ならきっと他にもいい素材があったはずだ。おかげで新しい悩みが増えちゃった。へいそん、本物のアランナラの真似をするか。違う違う、今やるべきことはアランナラとして扱われないようなことを書くことだ。そしたらタンジさんの誤解も解ける。何を書こうかな。どうしよう。そうだ、これなら絶対アランナラに誤解されないはずだ。なるほど、昼間見たあのアランナラの痕跡たちは実はコレイの痕跡だったんだな。けどなんで黙ってるんだ。タンジさんに言えばよくないか。そうだ、思い出したぞ。秘密があれば木のうろに話せばいいんだってコレイがラージーに教えたんだったよな。きっとこれ、よし、とりあえず。あいつもうすぐ書き終わりそうだ。私の予測していた通りだ。どれどれ。筆跡から見ればおそらく何が書いてあるのかな。なんて書いたんだろう。もう一度モンドのバドル同祭に参加したいな、だと。いや、バカな、これはいたずらに決まってる。アランナラがモンドのバドル同祭になんて参加できるはずがない。そんなエピソードは童話にも出てこないぞ。つまりこれらの紙切れは実はアランナラが残したものじゃないんだ。そう、私もそう思う。アランナラじゃなく通りがかったモンド商人が残した可能性が高いよ。いや、私は認めないぞ。もう無理だ。無理ってなんだよ。ちょっと時間を割いてくれればいいだろう。そうだよ、タンジェさんは子供たちに大人気の童話を作れるんだから、きっと同じように人気の木彫りを作れる。無理なものは無理なんだ。本当にアランナラを見つけることができたら、あ、結局それはただの。でも今まで童話を作る時だって本物のアランナラは見私、もういい。ラージー、みんなに本当のことを打ち明けよう。え、本当にいいの。ああ、話して大丈夫だ。わかった。コレイお姉さん、旅人のお姉さん、それからパイモン、覚えていますか。僕には本当はこの秘密のことは言いたくなかったのですが、ですからそろそろ話す。実は僕の父はアランナラの童話。え、だけどタンジェさんじゃないなら一体だ。僕です。僕がまだ小さい頃から父はすでにオルモス港で物語を語っていました。毎晩父は僕の手のひらにザイトゥン島を渡してくれて、ザイトゥン島は甘くて美味しかったけど、父の物語はまずかったです。父は難しい言い物でも、父は何度も何度も童話を聞かせてくれましたし、時にはサングマハベイ様のショップで
写真機を借りて僕に童話を語る姿を撮らせてくれることもありました。父は写真を指さして僕にこう言いました。これが未来のスメールにおける偉大な童話作家の貴重な記録だよと。あの頃は毎日ザイトゥン島しか食べられなかったし、退屈な物語ばかり聞いていました。だけどある日、僕は自分で考えた物語を、父はその物語の始めを聞いて嬉しそうに僕を両手で高く抱き上げると、僕は抱き上げられたまま物語を語り続けました。すると影になった父の、そして僕が一番力を入れた場面を語った時、父が僕を下ろした時、僕の物語もちょうど終わりました。よく覚えてるよな。ラーズィだけじゃない、私もあの日の出来事をよく覚えている。あの日から私の夢は叶い、スメール随一の童話作家になった。名声とお金も、毎晩の夕食もザイトゥン島一つだけじゃなくなった。ラーズィには喜んでもらえる。最初は嬉しかったですけど、だんだんみんなは僕のことをラーズィではなくタンジェさんの息子とばかりよ。その理由には薄々気づいていたけど、それから父も忙しくなり、童話以外のことを、例えばアジャンタ彫刻展の依頼にも手を出しました。だから僕は決めたんです。少なくとも今回はラーズィでいた。全ての物語を親愛なるラーズィにで始める今の父よりも、どもりながら話を伝え、物語のいい終わり方を知らない父の方が。ですので、僕の思うアランナラがどんな姿をしているか。待てよ。つまりタンジェさんが作った童話は本当は全てラーズィは、タンジェさんが嘘をどんどん重ねていくのが嫌で、アジャンタ彫刻展の依頼についてはた。ああそうだ、だからこの近くでアランナラの痕跡を探していたんだが、以前のように面白くもない笑い草になってしまったらしい。私は父親失格だ。すまないラーズィ、すまない。君たちにも謝らないと。アジャンタ彫刻展を助けられるのはラーズィだ。彼を説得するといい。今はただ静かな木のうろに引き。うえ、それでいいのか。僕がアジャンタ彫刻展を。物語には確かにアランナラの姿に関する記述がありますが、それこれお姉さん、旅日僕は今までずっとオルモス港に住んでいて、ここをほとんど離れたことがありません。スメールが思っていたよりも大きいことに気づきましたし、さらに多くのアランナラの童話ですので、子供たちに愛されるアランナラの木彫りを作り上げるため。それにまた機会があるなら、いろんな場所で父の。ん？それって一緒に。もちろん、だって父さんは僕の一番好きな父さんでしょ。ラージ、今までで一番楽しそうに。これお姉さんにもお礼を言いたいです。私は何も役に立ってないけど。だってあなたが教えてくれたでしょ。木のうろを探す余裕はありませんでしたが、秘密を話したら。うん、そうだ、一人の人間が背負える秘密の数なんてたかが知れてる。それに犯した過ちを永遠に隠す必要もないんだ。昔モンドにいた頃、私も悪いことをした。でも今思えば、あれは私にとっての新たなスタートみたいなもんだったよ。タンジェさんにとっては今回経験したことも同じようなものだと私はそう思ってる。ああ、いい父親になってみせるよ。
ってちょっと待った、今モンドに行ったって言わなかったか。ああ、それはたまたま通りかかっただけだ。そんなことよりもアジャンタ彫刻店の人たちが待ってるよ。さあラージ、写真機を持ってスメールの隅々に隠されているインスピレーションを探しに行こう。はい、行きましょう。父さんも早くついてきて。ラージ、あまり早く走るんじゃない、足元に気をつけろよ。よっしゃ。Thank you.
風の行く先を。よっ、天地の恵みであるな。招かれざる騎士。お客さんが来たみたい。みんなは俺が守れ。もみ違い散らまく惜しみ。この剣は当たるかい。いってるで。足りなく時雨描きがたし、他奥義。やっ、へいや、花火にいい、へいや、おっと。招かれざる騎士。ふっ、やっ。まだ、まだ。みんながそばにいてくれ。この程度。風の歌、雲の行くごと。太陽ルコ。
大悟。風の行く先を揉み違う散らまく惜しみ天地の恵みであるな。しは精神と共にある。風を知れ。行こう。燃えろ。風の赴くままに。みんながそばにいてくれれば傷なんて痛まない。五感奥義。花火見に。行こう。手を間違えたら。せー。せい。ふっ。火の用心。やっ。やっとやっ。うわ。いやいや。ふっ。やっ。さあ。行くで。
耐え風の行く先を。やっ言ってるで。花火の材料はあらへんかな。分かるかい？花火見えひん？そりゃ！へっ！はぁ！風を知れ。
描きがたし風の行く先を雲がく借りなく時せえみんながそばにいてくれ花火見に風の赴くままに宝とは旅の醍醐味でござろう。風の行く先を風よ、いざ。No.
信頼感度。風の流れる方へ。意味はないやろな。
花火の材料はあらへんかな。行こう。失敗無用。さい。歌よ錦さん。風の赴くままに。し。風の行く先を。
行こう。全力攻撃だ。それ、ふっ。もみ違う散らまくを。花火の材料はあらへんかな。行くで。風を知れ。そこだ。花火に火やっ。え、みんながそばにいてくれれば絆って。
風の流れる方へ。風よ、はっ、歌よ錦となれ。この剣はわかるかい。全力攻撃だ。いってるで。行くで。
風の流れる方へ。
花火見えひん？今のなし。はっ、へっ。いざ。マイア。それ。風の流れる方へ。行こう。
それ。いざ。行こう。左右ルコン。はい。行ってるぜ。はい。はい。で、やっち。こりゃ。やっち。で、イクレで。みんながそばにいてくれるわ。風の向か、雲の行くごと。風の。花火にいい？やっ！え、いや！ふっ！やっ！おっと！はっきり！Thank you.